およそ2週間でバレンタインデー。どんなチョコを誰に渡す？街の女性の皆さんの声は。誰に渡しますか？本命。本命。彼氏いる。彼氏に。手作り。手作りで。手作り。手作りです。みんな手作りで。はい。自分にご褒美。買いますか？買います。今回はバレンタイン商戦について調査。今年のバレンタインのトレンドとは。今年のバレンタイン商戦、アメプラザ熊本ではどんな取り組みをされますか？はい、アメプラザ熊本ではプチギフトということをテーマに今回バレンタイン商戦に臨んでいきたいと思っています。コロナの制限が終わりまして、親しい間柄であったりご家族配偶者の方に配られるという需要もあるんですけども、簡単な手土産を持っていきたいという方が非常に増えてきておりますので、そういったお客様に対応できるような商材であったり店舗様を誘致しております。バレンタイン市場もですね、今年さらに広がる勢いを見せておりまして、2月1日から計8店舗の店舗様にご出店いただきます。自分用のギフトの手尾村田さんであったり、あとはお土産にぴったりなキットカットショコラトリーさんも登場しますので、ぜひ一度足を運んでいただけたらと思います。今回そのポップアップショップに出店するベルギー王室御用達、高級チョコレートブランドレオニダスの秋永店長にバレンタインおすすめギフトを聞きました。どういった商品を並べる予定ですか？一応、こちらの化粧箱っていうバレンタイン期間限定で出る2種類の化粧箱を中心に、こちらのアミプラザさん限定のチョコレートの組み合わせで販売しようと思ってます。はい。一粒いくらぐらいするんですか？そうですね、もともと一粒あたりだいたい200円前後ぐらいだったんですけど、最近ちょっと値上がりしてまして、今一粒あたり250円ぐらいのイメージになってます。はい。やはり物価高の影響がありますか？そうですね、はい、やっぱり原材料が高騰してまして、一粒あたり250円というレオニダスのチョコレート、中でも一番人気がマノンカフェっていう、こちらが冬限定のチョコレートになってまして、はい、ぜひこちらご試食いいですか？はい、はい、一粒250円です。いただきます。うん、ホワイトチョコの滑らかな甘みと、はい、コーヒーですかね？そうですね、コーヒー風味 のフレッシュクリームが中に入ってて、それとあとヘーゼルナッツが丸ごと一粒入ってるので、結構一粒で食べ応えのあるチョコレートになってます。うん、ナッツがいいアクセントになってて、そうです、はい、一粒で大満足です。これは化粧箱もかなり、はい、手が込んでますね。そうですね、毎年デザインが違って、箱も見てこう楽しめるような、うん、いろんな種類のデザインの箱になってますね。もらった時にこうやっぱりインパクトがあって嬉しいようなデザインのケースにはなってますね。うん、はい、見ても楽しめますね。そうですね、はい。さらに去年大人気で完売した商品がこちらに。こちら福岡にあるカカオロマンスのお店のエトワールが大人気で、メルヘン調の小箱の中にトリュフとかがですねいっぱい入ってて、去年もお客様から大好評で完売した商品になっております。なんといってもまず箱がおしゃれで可愛い結構プチギフトでラッピングとかもされるお客様多いですね。チョコを食べた後も小物入れとかに使えそうかなと思ったんですが、そうぴったりですね。去年購入したスタッフも可愛くて捨てれなかったって言ってました、お箱が。そしてもう一つ、今年完売必至の商品ソレイユ。ハートやクローバー、星形などのチョコレートを詰めた宝石箱のような可愛らしい商品も大人気。チョコを渡す女性の中でこんな声も。今年のバレンタインどうされますか？されますか？で、友達にあげます。女の子にあげる？はい、友達に。はい、本命はないです。会社はでもみんなでみたいな、 OK のかけてどうぞみたいな感じで。今年はどなたに渡しますか？
家族、はい、チーズケーキ焼いてるそれを渡したいと思います。でも家族にも渡すよね。あ、そうね、そう、家族にも渡す、うん、お父さんとか。お父さんには何だろう作ったあまりみたいな作ったあまりみたいな。なんて言って渡しますか。いつもありがとうってそんな思いを込めて家族や会社の人たちへ渡すおすすめ商品がこちらに。華やかなラッピングのショコラブーケ、カントリークッキーやオレンジ、ナッツ類などをチョコと一緒にした商品。相手に渡しやすいパッケージで様々な味が楽しめるのがポイントです。さらにこちらはカカオの香り高い濃厚チョコレートケーキ、ノワールショコラ。常温で10日間保存可能で、もらった相手も嬉しい人気商品です。あげるものは結構気にするかもしれない。一方、もらう側の男性でこんな意見も。だとするとネクタイとかの、うん、ね、うん、もらえると嬉しい。そうですね、うん、チョコレートが苦手な方などにバレンタインでもらって嬉しいのが、チョコなどのお菓子ではなく、最近はシャツやネクタイなど実用的なものも人気を集めているんだそうです。バレンタイン期間が売り上げがいいということなんですが、はい、どういう状況でしょうか。そうですね、若年層を中心にオーダー需要も非常に高まっている状況で、まあ、そういったところで実用性のあるネクタイをプレゼントされる方が増えてきています。どれくらい数字良くなってますか。はい、数字としては大体 159% 伸ばしているような状況となります。今年のおすすめなどはありますか。はい、おすすめとしましては、ちょブラウンベースや赤色のネクタイ、このあたりのお色味がおすすめでございます。この時期のおすすめはバレンタインにちなんだ赤色や茶色系のチョコ色のカラーが人気となっているようです。自分ではなかなかこうした色って選ばないので、プレゼントしてもらえるとつけたくなるなと思います。可愛らしくていいですね。ありがとうございます。バレンタイン渡すときってどんな気持ちで渡しますか。旦那と初めて会ったのがバレンタインだった。出会った記念日素敵ですねそういった思いも込めてバレンタインを過ごすと、そうですね、学生の時とかはそれをきっかけに気持ちが伝えられる日だったかなと思うんですけど、はい、最近はでも家族に感謝を述べる日かな。作るのか買うのか。作ります。作りますか。あ、まあ、愛情のこもったチョコをください。はい、渡します。ぜひ素敵なバレンタイン過ごしてください。はい、ありがとうございます。青春ですね。素晴らしい、羨ましい。